はいどうパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回睨み合いのその結末ということで激闘熱戦ペレイラ様って書いては、ね、いるんですけどもね、昨日行われた山形戦ですね、このゲームの、レビューの方やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこの試合は本当ゲーム内容締まっていて非常に面白かったですね。本当こう睨み合いの、その結末って書いてはいるんですけど、両者睨み合って、ね、お互いシュートが少なかったわけじゃなくて、まあ、お互い決定機があってとか、まあ、これゴール前に何回も顔出したりとかね、特にこれ山形多かったんですけども、この睨み合い、そしてゴールキーパーですね、両ゴールキーパーとも、非常に良かった。特に高木選手大分ね非常に良かったんじゃないですかね。本当この試合、まあ、最終的には勝ち点1を取ることが大分もできたんですけども、高木選手じゃなかったらもしかしたらこの勝ち点1すら、取れていなかったんじゃないか。それが本当素晴らしいプレー見せてくれたんじゃないかとこの試合思っているので、この試合振り返っていきましょうということで、こちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でも J リーグの話をしております。よかった動画概要欄からですね、サブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということで、まず結果からいきましょう。試合結果こちらでございますね。山形大分1対1のドローということで、まあ、これね、なかなか最後の最後まで分かりませんでしたね。チアゴ・アウベスが決めて、これでちょっと終わりかって思ったら、最後はペレイラ決め、本当ラストプレーであったんですけれども、そこでまあ決めきるということで、この試合はね、もう一回記憶を消して見たい、そんなゲームだったんじゃないですかね。僕は個人的にそう思いますけれどもね、はい。そして両チームスターティングメンバーですけれども、ご覧の形になりましたね。まあ、本当これ、いやー、山形、藤本、そして山田選手、このコンビが非常にいいですね。まあ、ここだからチアゴ・アウベス選手がいたりとか、デラトーレ選手がいたりとか、本当これ、山形のセンターフォワード陣は、本当にこれ、素晴らしい駒が揃っています。特にこれ山田選手、まあ、純粋なこれストライカーというよりも、山田選手はどちらかというと、まあ、1.5 列目とか、まあ、これ、2トップ、ストライカーというよりも、まあ、周りを使うのが上手い選手にはなってきますけれども、これやっぱ山田が完全移籍で山形に入ったのは相当大きいなって改めて感じましたしね。でハンダリックは相変わらずプレーのこれ強度が高いですしね、判断能力も高いですね。で大分右サイドハーフに武崎選手、そしてまあ2トップ伊佐選手、小谷選手ですね、中メンバーコースでございましたが、さあこの試合もうちょっと見ていくと、こちらですね、まあ前後半レビューということで、まあ1枚の表にまとめてはいるんですけれどもね、まあ正直前半も後半も本当素晴らしいゲーム内容で、このポイントポイントいうよりも本当これ睨み合った90分間と僕は思っていて、90分間睨み合ってお互い牽制とまた違うんですけれどもね、まあ駅伝ですね、駅伝で言うと本当ラスト1キロとか2キロで一気にこれスパートかけて両チーム得点取ったみたいなゲームだったんで、まあこれあえて前後半で話をしていく。本当これ前半45分でウンタラカンタとか、まあ後半45分でウンタラカンタというよりもね、これまあ実況と解説の方もね、これはこの試合本当素晴らしかったみたいな話はしてますけど、本当睨み合って90分間だったんでね、面白かった。本当これはね、僕は大分この勝ち点1をまあどう取るかにはなってくるんですけどもね、まあ一番下に書いてます。まあ結局この試合で僕が一番言いたいのは一番下の方にはなってくるんですけどもね、まああの勝ち点2を失ったと考えるよりもライバル山形にまあ勝ち点3を与えなかった、こっちが大きいんじゃないですかね。本当まあ睨み合ってその結果はですね、山形現在、まあ、この試合の前がこの試合の前で言うと5位のチームですね、5位の山形で、ね、あったんですけども、まあ、この5位の山形、試合開始の直後では、5位であった山形に対して勝ち点2、これを、ね、失ったと考えるか、まあ、ライバル山形です、本当今後、昇格争いにライバルになってくるであろう、この山形に勝ち点3を与えなかった、こっちが本当に大きいと僕は思っています。それぐらいこの、ね、勝ち点1の価値というのは相当大きくて、それぐらいペレイラ選手のこれゴールというのは、いろんなこれ意味で大きいで、今これね、今 J2 の順位表、大変なことになっております。本当これね、上位本当1つ勝てば一気に上に行ける可能性がある、そんなまあ J2 の、リーグですね。確か1試合平均勝ち点2がないんですかね、これ確かミルアカさんか誰かがつぶやいていたと思うんですけれども、1試合平均勝ち点2のチームがないというので、本当にそれが混戦 J2 のまあ、大きなこれ分かりやすいデータにはなってくるところではあるんですけども、いや本当ね、そう考えると本当山形に勝ち点3を与えなかった、これは相当に僕は大きいと思ってます。ね、本当は、ね、見応えがあるゲームでありまして、本当後半48分にチアゴ・アウベスが、まあそこ粘ってゴール決めるというので、もあれで終わった感じがします。本当これ調子のいいチームってこういう勝ち方するんだよねってね、正直思ったんですけど、いやいやこれね、本当こういうこの現在本当素晴らしいサッカーしている山形相手に最後これペレイラ選手が決めるということで、本当最後まで足を止めずに、最後までチーム全体粘ることができた、これがやっぱりこの試合大分は良かったと思います。この勝ち点1本当何回もこの動画で言って
ってますけどね、勝ち点1の価値が、ね、4にも5にも将来的になっていく、そういうゲーム内だと思うんで、僕はこの試合大分の選手に大きな自信を持って次節以降ですね、臨んでほしいと思いましたけれどもね、はい、という以上になりますね。まあ本当これからまだ J2 分かりません。上位との差ね、ちょっとありはするんですけれども、じゃあ上位の3チーム4チームとかベストな状態かというと、別にベストな状態でも、なくて、どこにでも負ける可能性がそれぐらい今年の J2 のこれ、順位以上、見た目の順位以上にですね、これ戦力差というのはあまりないのかな、特にそう思うゲームがついているので、まあ大分からしてもですね、この勝ち点1これをですね、今後あの試合やっぱ山形に引き分けてよかったねって、あの時山形に引き分けてそこでまあ得た自信というのは今後つながって、やっぱあの山形戦がねキーポイント、まあターニングポイントだったよねと言えるような今後のゲーム展開していってほしいと思ってますけれどもね、はい、ということでございます。以上パラプンテージェルサッカーチャンネルの筒の方チャンネル登録します。さら。喜ぶ